偉大なるアンバーソン家の人々は1942年のアメリカ合衆国のドラマ映画。1918年に発表されたブースター・キントンの同名小説の映画化作品であり、オーソン・ウェルズが前年の市民庭園に次いで制作、脚色、監督を務め、ジョゼフ・コットン、ドロレス・コステロ、アン・バクスター、ティム・ホルトラが出演した。 日本では1988年に水野春を主催のインターナショナルプロモーションの配給によって劇場公開が実現した。1991年アメリカ国立フィルム登録簿に登録され2002年にはマデリーンストー、ジョナサン・リース・マイヤーズらの出演によりテレビ作品として放映されている。19世紀の古き良き時代を受け継ぐアメリカ中西部の 小さな町の符号、アンバーソン家が、20世紀の到来とともに、没落していく悲劇。カッコ内は、NHK 版日本語、吹き替えキャスト NHK 版初回放送日1963年11月23日14時5分から15時35分オリジナル版は131分だったが、制作会社の RKO が差しを短くしただけでなく、ロバート・ワイズに命じて再編集もし、 ラストは助監督が新たに取り直している。このため悲劇的な結末だったウェルズの構想とは逆に原作通りのハッピーエンドとなった。ウェルズは最終的な編集の権利を RKO に任せていたもののブラジルへ It's All True の撮影のため出張中に彼の意向を無視して大幅に改変されたことに激怒した。音楽を大幅に削除されて激怒した。 ハーマンの要求により、クレジットからハーマンの名前は外された。ウェルズの構想のメモは現存するが、カットされた映像は後に廃棄されてしまったため、復元は不可能となってしまった。ウェルズは晩年に生き残っていたキャストと共にラストシーンを撮り直そうとしたが失敗に終わった。制作時の予算は、編集に手間取ったこともあり、予定をオーバーし、 大幅なカットもあって何とか評価は得られたものの赤字に終わった。オーソン・ウェルズの監督第二作となる本作は監督デビュー作の市民敬遠の上絶なタッチと相反する長回しを中心とした表現を使っておりフランソワ・トリフォーはまるで市民敬遠を毛嫌いした別の映画作家が謙虚さの規範を示して見せたような作品と評している。ウェルズは ラジオのパーソナリティとしての経験を活かして、冒頭とラストシーンの直前、そしてエンディングの後のナレーションを担当した。エンディングでは、キャストロールではなく、キャストを自ら読み上げて紹介するという当時としては、斬新な方法を用いた。しかし、ウェルズはこのナレーションのせいで世間からは、傲慢に思われ、数多くの地獄を見ることになったと語っている。上記のように、 2002年にテレビ映画としてリメイクされた。これは発見された本作の台本とウェルズの構想ノートを元にしたものであるが、厳密には同じでなく、エンディングも原作同様にハッピーエンドとなっている。RKO による本作の再編集の際に、ラフプリントがブラジルにいたウェルズの元へ送られていたことが判明しているが、そのプリントは現在も見つかっていない。 ジョシュア・グロスバーグは2020年後半にブラジルでの創作を計画していると明らかにした。ありがとうございます。